2022年秋田県角館の春、ようやく観光客の姿が戻りつつあるようだ。僕はこれから田沢湖を目指し、以前のような観光客にあふれた姿なのかを確認するため、バイクを走らせることとする。さてね、田沢湖の入り口に入ってきました。空はね、あいにくの曇り空、どんよりとしてますね。まあなんか雨降りそうな、そんな塩梅の黒い雲なんですけども、観光客はそれなりにね、来てましたね。まあ角館ぐらい多くはないですけど、まあ、ここら辺にもいたし、ここの左側は砂浜なんですけど、あーでもちょっと寒いからさ、あの砂浜には人一組しかいないな、ファミリーが一組ね。で湖ね、あの今映像にはちょっと映んないかもしれないですけど、僕の目にはね、すごく神秘的な絵に映ってますよ。すごいコントラスト、緑っぽい、青っぽい、ちょっと白っぽいっていう、ちょうどね、この光の具合がね、不思議な感じのコバルトブルーっていうんですかね、いい感じ。なかなかね、こういう田沢湖って見ることないかもしれないな。僕結構田沢湖はね、遊んでたんですよ。前友達がレジャーボート持ってましてね、水上スキーでここ何回か遊びに来たり、あとはバイクでもね来てるし、来てるんですけどもね、こういう色の田沢湖は初めて見ますね。ちょっと神秘的。 うわーなんかね、今ここも雪解け水でザーッと今田沢湖に 山水が流れてきたところ、水しぶきが上がってましたけど、肉眼ではねすごい、でこっからね、ちょっとこううっそうとした地帯あ、ごめんなさいね、うっそうとした地帯に入って、なかなか湖が見れないんですよ。十和田湖はね結構見れるポイント多いんですけど、田沢湖はこんな感じね。でもこう木の奥側もね、また本当神秘的だね。観光船は、まあ、今日は出てないですね。ゴールデンウィークなんだけど、観光船が一艘も出てませんけどね。やっぱ観光客少ないのかな。角館はすごかったんだよ。
角館来たら、あ、ここにはいましたね。ここにはちらほらいましたね。まあ、あと時間帯かな。正直もうバイク走らせてもちょっと寒くなってきたんでね、時間帯もあるんでね。あ、バイクはずらーっといましたね、ここね。水上スキー楽しんでた時はこんなにね、車は混んでなかったもん。ほらほら、今クラクションで誰にクラクション鳴らしたかわかんないけど、お前こんなとこに止めるなみたいな感じなんだろうけど、しょうがないよね。駐車場満車ちょっとしかないからさ、みんなこの像を見たく来てんだよね。僕的にはこういう像嫌いだからさ、偶像でしょ、偶像。偶像嫌いだからね、あまり見たくないんですけども。で、ここにホテルがあるんですよ。何年ホテル、ロゼホテルだっけか。前のね、プリンスね、こうね、プリンスが身売りしてロゼになったのね。プレジャーボートは何ていうかやっぱあるね。あとね、残念なことにここはバーベキューも禁止になって、まあ、キャンプ場はあるんですけどもね。だから規制がちょっと厳しいから、なかなかその気軽に遊べない、僕みたいなのはね、遊びづらいとこなんですよ、タザバコ。だからなかなかね、来る機会も少なくなっちゃいましたけども、いいところではあるんですけどね。できればそこら辺で焚き火しながらね、ご飯作って楽しみたいんですけどもね。そういうのがキャンプ場行かなきゃダメだって言って、キャンプ場はね、またこれまた高いんだ本当に。行く気にならないし、さっきみたいに今本当キャンプ場なのに、こんな激混みでしょ、本当に。ただ人に会いに行くようなもんだからさ、もう嫌なんだよね。で、ここちょっと開けたところの左手にね、田んぼあんだな、いつも俺ここ来るとさ、いいとこに田んぼ持ってんなと思ってさ、羨ましいんですよね。急に開けるでしょ、ここ最高だよね、ここね。こういうところにちょっとさ、小屋っ子でいいからさ、小屋っ子なんかさ欲しいよね。バーベキューとかさ、あとは冬は薪ストーブ囲んでさ、薪ストーブ料理とかさ、そういうのやりたいよね。あとね、ここのところもね、また一気にぐわっと開けるからね、ここもいいとこなんだよな。で、この左側もこれ多分民間の人のね、田んぼだと思うんですけどね、ここもいいよね。本当にいつ来てもね、いや、いいな、小屋っ子欲しいなといつも思うんですよ。あー、ここもいいよ、ここもあ、してここはね、キャンプ場で右手ね。ここはあれ、やめたの、ここ全然あれだね、テント張ってる人いません。やめたのかな、きっと。あ、ここだった、ここがキャンプ場。あー、ここはやってますね。やっぱり混んでんな、混んでるね本当に。あー、田沢湖にちょうどね、光がね入ってきたね。波がね、今日風強いからさ、スワンボートもね禁止にしてんのかな、多分。遊んでる人一人もいません。これだけ波高いとね、転覆するかもしれないしね。で、この右側はね、お土産屋さんね、まあ、それなりに来てますよ。あ、まあここしかないから、あ、そっちのね、ここぐらいしかないから寄るんだと思いますけどもね。まあ、こういうところです。まあ、ちょこちょこ人は来てたかな。まあ、そんな感じがします。それではね、もう寒い。もう早く盛岡に帰りましょう。それではまた次回もね、よろしくお願い申し上げます。